おお、見てくれ、あそこだ、第3階層。これですかね。あ、でもメガロ君があそこ乗ってるもんね。チャリーン、さらたら中堅のシリーズ、ストライクで動く。おお、飛んじゃった。羽根つけてると挨拶がままならないんですけど。アベレーションマップで久しぶりにですね、恐竜サバイバルやっていきたいと思います。今日はね、何をやっていくかというと、こちら前々回で捕まえましたね、スピノ君と、カーニスさん、こちらの高レベルの2人を使って第2階層にね、ちょっとね、進出してみたいと思います。どっちの方が第2階層で活躍できるのかっていうのが、ちょっとね、ネット上の評価ではね、結構二分されていたので、まあ、ちょっと片っぽずつ使ってね、使いやすい方どっちなのっていうのをね、見ていくついでに、まあレベル上げみたいなところもね、していきたいなと思っているわけでございますよ。というわけでですね、早速今回はスピノ君で行ってみたいと思うんですけれども、電気がね、必要だから、たくさんゲットしたね、グローテール君の、この子が一番レベル高いから、この子をね、ちょっと連れていきたいと思います。あれ光ってねえな、ちょっと待ってよ。おし、オッケー。というわけでですね、ちょっと見えないかもしれないけど、肩に乗せて光ってる、光らしてみましたので、スピノ君に乗ってね、早速第2階層に、行ってみましょう。おし、そんじゃね、早速第2階層の入り口にやってきたんですが、早速なんかメガロサウルスがハマってますが、メガロサウルスにやられないよねっていうところ、まず確認したいんでね。ほら、こっち来い。あれ、ほら、あ、大丈夫っぽいね。大丈夫、ヘビーがすげえな。よし、はい、あ、全然大丈夫だ。メガロサウルスにね、なんかあの、噛まれちゃうと困っちゃうからさ、このなんだ、光るやつがね、グローテール君がやられちゃうと困るので、それをね、ちょっと心配してたんですけど、その心配はどうやらなさそうですね。おい、そんで早速第2階層ね、向かっていくよ。ここにいっぱいいるね、ラベジャー君ハマってるな。上から見るとよくわかるね、こんな感じで配置されてたりするんだね。さあ行きましょう。さあ今中層ぐらいまで来たんですけど、メガロサウルスがいますね。ほら、あ、結構強い。おーしゃ、メガロサウルス倒した。さあ全然楽勝だな、この辺は。全然これ奥まで行ける気がちょっとしてきたな。ネームレスさえうまくかわせればいけるんじゃないですかね。お、ちょっとこの辺でグローバグがいるので、チャージをねしていきたいんだけど、これうまくね降りれないんだよね。よし、降りれた。グローバグでね、チャージをしたいんだけど、チャージしてよ。あれ、チャージ、よし、オッケー、チャージできた。これで今ね、あの、肩に乗ってる彼のね、電源をチャージできたはずなんだけど、だからちょいちょいチャージしながらね、行けば多分大丈夫だと思うんですけど、どうでしょう、この辺。お、結構、あ、なんかダメージ食らってる。ここあれだ、バイオーム毒食らうところか。さあ、この毒のポイントはさっさと抜ける。おー、なんかすげえとこあるぞ。ここなんだ、ここ木がめっちゃ光ってる、明るいですね。こんなところ初めて来たぞ。さあ、これはどうすればいいの、下に行けばいいのか、それともなんか第3階層もあるらしいんだけど、せめて第3階層の入り口ぐらいまではね、行ってみたいなとは思ってるんですけど、第3階層がどこにあるのかだよね。ここなんか降りてもいいんだけど、降りたら戻ってこれなさげなんだよね。うわ、なんかでもあそこ完全に、あそこ怪しい道になってますね。あそこに行くにはどうしたらいいんだろうか。なんか新しい道っぽいのを発見して、そっちの方にやってきては見たんですけれども、あ、なんかここから下がれそうな感じしない？あ、違うか、ここ、あー違うな、なんか下がれそうな雰囲気出てるけど下がれないぞ。どっから下行くんだろう。なんか結構ぽい感じのところを見つけた気がするんだが、ここ、おー見てくれ、あそこだ、第3階層、あそこに行きたいんだよね。でもこれさ、下がったらさ、上がれないから足場を作っていかないとダメってことなのかな。あそこだよな、完全に。どうしたらいいんだろう、足場を建築していかないとダメなの、降りれるように。うわ、なんか出てきた、地震か、地震ですね。どこから下に下がれるんだろうな。下に下がれる道がね、うまく見つけられないんだよね。降りちゃってもいいんだけど、降りちゃうと戻ってこれる自信がない。まあだからこの辺に関してやっぱジャンプができるから、カーニ君の方がね有利っていう話なのかもしれませんね。しかしこれはどうやって下に行ったらいいんだろうか。全然あそこの池
木の枝か、あの木の枝を伝っていくってことか。これですかね。あ、でもメガロ君があそこ乗ってるもんね。この木の枝を伝って下に行けってことなの。無理くね、これ落ちるよ絶対。ちょっとじゃあダッシュカットしてやってみる。あ、いけるか、いけるか。こいつ何、ほらほらほら、あ、落ちた。あー、じゃあねメカロック、ちょっとやばいぞこれ。旋回性能低いからね、ゆっくりゆっくり行かないと危ない。一応この木の枝こうやって伝っていけるんだ。マジか、これめっちゃ怖いぞこれ。何ショイサーカスなのこれは。ほらこんな感じで前から行った。落ちちゃう、落ちちゃう。ここか、ここを伝っていけってこと。うわ、カニめっちゃいいんじゃんかよこれ。見たろここ、この下湖。どうしよう、どっち行こう。下になるべく行けそうなあの枝？いや無理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 。絶対無理絶対無理。ちょっと待って、一回こっからそっちに降り移ろう。やばい、この段差越えられなくね？これ越えられる？越えろ。あ、越えれた越えた越えた。オッケーオッケー。危ない危ない危ない。ここから下になんとなく降りれそうな雰囲気出てない？これ出てるよね。でもこれ段差ちょっと待って、登れなそうな気がする。やっぱここだな、ここ。この段差降りたら登れるから、それだけが心配なんだけど。これちょっと一回登ってほしい。登れないのか。ここ、あ、登れるな、登れる登れる。オッケーオッケー。ここ降りれるぞ、ここ降りれる。ここは降りれます。さあここ降りたら下の階層にようやくたどり着けるんじゃないですか。これは来たぞ、いいですね、いい感じだよ。でもあ、ここにここの辺に拠点作りたいな。ここネームレス出るのかな。ネームレスが出ないとこなんかないのか。だけどここに拠点作っておけば、ほらでもほらメガロサウルスとかにもやっぱ襲われないからね、こっち側から攻撃しないと。だからスクルサウルスは結構いいですね。ラベジャーにもどうやら襲われないっぽい。かなり使えますけど、さあ下の方に行ってみたいと思うんですが、なんかめっちゃ綺麗じゃないここ。すごい、ちょっとなんか和風だよね、しだれ柳の感じで。いい感じだなここ。ここに拠点作りてえな。めっちゃ明るいしね、明るいし最高だよここ。ちょっとどうしようどうしよう、どっち行く、どっち行く、この水の方行く、好きない水の方。まあでもグローテールくんでね、ちゃんと照らしてればネームレスもやっぱ出てこないので、結構安全に渡っていけそうな感じがしますね。ここのでも地底湖のところには、あー、ロックドレイクいる、ロックドレイクいる。ロックドレイクのね、巣に行きたいんだよね。ちょっと戦っていくか、試しに。おい、ドレイク、勝負だ、勝負。ほら、倒せるか、倒せるか。結構強い、39とか食らわしてきやがる。ほら、ほら、ほら、倒せた。おーしよし、これでもレベル9か。ロックドレイク強いなー、やっぱり。いますね、ここにも。見えてるよ、ドレイクちゃん。ほら、ここ壁の分もずるくない？壁の分のずるいよ。オッケーオッケーオッケー。倒せ。あ、強いぞこいつ、54。さっきのやつ強い。やばいやばい。おっしゃ、47レベル。オッケーオッケー。倒した。うわ、なんかちょっと待って、橋みたいのあるよ。橋みたいの。ほら、めっちゃ綺麗じゃないこれ。いや、やっぱなんかこう、日本建築をかなり意識して、デザインしてあるっぽい感じの雰囲気出てないこれ。完全にこれ、ねえ、日本建築な感じしない？ほら、行くよ。ここ。よしよし。こんな感じで、こんな感じかな？こんな感じで、こうしたら、ほら、どう？あ、ちょっともうちょっと遠く目線が見たかったんだけど、見れないな。ダメだ。でもめっちゃ、ほら、めっちゃかっちょいい。めっちゃ綺麗じゃない？ここ。第二階層の綺麗さが半端ないんだけど、ほら。これで危険じゃなきゃね、最高なんだけどね。お、なんかちょっと雰囲気変わってきました。ちょっと歩き回ってたらここじゃないですか、第三階層っぽい。違う、なんか赤くなってきたよ、周りが。結構来てんじゃないこの辺。
この辺っぽいな。なんか上から見た時は赤い川みたいなの流れてたよね。やばい、なんか雰囲気があんなに綺麗だったのにちょっとずつなんか邪悪な感じになってきたんだけど、大丈夫ですか？そろそろなんか危ない雰囲気出てきてません？かなりやばそうな感じになってきてるけど、わっ、この辺ロックドレイクいるよ。ロックドレイク、あそこほら2体いる。この辺住処ありそう。おー来た、ついに見つけたっぽくない？これこの下どうやって行けばいいんだ。ほらロックドレイク、ほらやれやれやれ、やばい、なんかシーカーも来たぞ。シーカーもやばいぞ、すごい来る、なんだこいつら、この野郎。おーしゃ、この辺数なんじゃないか、数がかなり近い感じになってきてるじゃないかね。えほらやばいよ、第三階層やばいこれどうやって下行くんだろう、またどうやって下行くんだろう問題がね出てきてますね。なんかトゲトゲした感じになってるけど、かなり下はやばいぞこれ。どうやって行くんだ、また行き方が分かんない問題だよ。はい、というわけでですね、とりあえずスピノ君がいれば第2階層は割と、制圧可能そうだということが分かりましたので、一旦ね第3階層の入り口がまだ分かってないんだけど、第2階層は、制圧できそうなので、この辺どっかこの湖のね、いい感じのところまで、なんだろう、楽勝で来れるようなね、道のりみたいなのをね作っていきたいなと思います。次回はね、拠点なら第一拠点からここの第二拠点みたいなのを作って、そこまでさ楽勝で来れるような道があればさ、行ったり来たり楽勝でできるようになるじゃないですか。というわけでね、次回はねその辺をねちょっとやっていこうかなと思いました。あとね第3階層かへの道のりっていうのが分かんないので、そこはちょっと、調べていきたいなと思うんですけど、まあちょっとね第3階層、期待してみていただければと思います。というわけで、ね、今日はちょっと探索会になっちゃいましたが、これぐらいにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね、バイバーイ。